皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、軽トラじゃなかった。なんだっけこれ。アトレ。アトレの中を車中泊しようにしていく動画になります。で、2日間にわたってするんですけど、すでにですね、エレクターパイプとカーテンは終わってる状況で、このオープニングは撮ってます。はい。で、その動画も全部まとめて、もう一つの動画に出そうと思って、ちょっとオープニングが時系列ずれてるんですけど、撮り直してるからね。そう、撮り直してるから作業的には2日目になります。で、どちらもですね、天気が悪くって、天気が悪い日にこういうことをした方がいいかなと思って、雨の中なんですけども、作業の方を進めていきたいと思います。で、今日は何だったっけ、棚。そう、ちょっとね、ほらスペースがどうしても少ないので、やることっていうのは限られてしまうんですけど、そのご飯を食べたりとか、もう車中泊で中で何かを作るっていうことはもう難しいと思うんですよ。ハイエースみたいにはいかないから、だから、ご飯を食べれるぐらいの、そのパッとあそこにね、ちょっとねくぼみがあるんですけど、あそこにパッとこうテーブル的なものを作っておくのと、あと網だね、後ろの網戸。後ろの網戸も購入してたので、今日はその作業をしていきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、はい、それでは今日の購入品と使うものなど紹介しようと思います。まずですね、エレクターパイプ1500のものですが2本、1200が1本、でこれは両サイドの分で、この1200の分はカットする材料なんですけど、前の方にねカーテンをつけようかなと思いまして、フロント側が見えないようにの、横に使う材料です。エレクターパイプをつけるためのこれですね、よくネットで見るものなんですけど、ジュラルミン製 の専用のものでですね、この矢崎のエレクターパイプ470-480円ぐらい、税込みでぐらいでしたので、もうちょっと高くてケチりました。はい、でそんな重たいもの乗せないでしょうということで、4つでやってみようと思います。J-59C っていう部材になります。でそれが4つ、はい、こちらがエンドキャップです。エンドキャップは J-110A。 つけていきましょうか。まずこれにじゃあエンドキャップつけよう。つけていいの？うん、いいよ。奥まで行っていい？どうぞどうぞ。後ろにハンマーがあるよ。ハンマーじゃないと無理だな。おい、ちょっと待って、その角度はハンマーじゃきついかも。斜めになってた。斜めになってたね。あ、バリが出てる。だからだ。バリがなかったら一瞬で入るもんね。ここね、この真ん中を押すと、ポチッと。取れます。パイ28、28mm あります。で長さが約32とかそんぐらいかな。で中がザボってあるから、こういうふうにほら頭が出ない作りになってます。はい、前の方もつけます。2個つけた状態はこんな感じです。次の作業はメタルジョイントをつけます。あ、そうか、ボルトが下の方に来た方がいいんだ。結構前いっぱいいっぱいだとこんな感じだね。運転席側の前の方まで頭が来るぐらいまでのところに棒の先端を持っていきたいんですけど、ちょうどここに少し出っ張りがありますね。でもやっぱエレクターパイプでもつけるとかっこよくなるね。少しね。あ、頑丈。うん。で持ってて。座席前に倒すの、うん、でも座席前に倒したらさ、前にこの間福岡行った時にだから直角、そんぐらいだから、やっぱりここでしょ、ここまででしょ、言うとさ
あー本当だね、うん、ちょっと待って、あーそうだね、やっぱ枕がここだからさ、うん、でちょっと斜めだったもんね、うん、はい、これがハイエースについてたやつなんですけど、ちょっとこれ一旦バラして加工し直します、うん、はい、あー全部結束バンドでつけたんだ、うん、部材はこんな感じ、ちょっと長めで 1m10、うん、パイプカッターで切ります、ではつけます、よっしゃ、どう、はい、収納スペースこんだけ、まあ、うん、まあないよりはだろうけど、こんぐらい結構重なるね、もういいよ全然、ずっとつけたかったこのテイルウォークってやつ、ああそれでいいじゃんね、ほら、はい、なんかここだけすごいあのキャンプ感が増したねエレクターパイプの下に入れた方がいいかもね、うん、荷物が乗る、うん、部分でね、うん、部分の方がいいね、ここで横の方で約140、うん、もうこんぐらいの位置でね、うん、ここでね170、うん、で前の方はもうちょっと高くて約190、うん、それでよくない、これでいく、で前の方取り付けてみたんですけど、うん、ここがね動くからこう可動式にしましたって言っても多分信じるかもしれない、ね、あえてね、あえて、うん、でアトレイはですねここにあの棚を差し込むようにあの最初からも作られてます、で一応あれメーカーオプションかなディーラーオプションかちょっとどっちか分かんないけど、あの棚自体あるんですけど、作れるんだったら自分で作った方があの安くつくよみたいな感じで車買う時に言われて、うん、じゃあもう自分で作りますって言って、うん、まああのちゃんとした既製品のやつはなんか合皮かなんか巻かれててちょっと高級感あるんですけど、まあそこら辺特に僕らこだわんないので、うん、ね、で今回使うのは 15mm の合板を使います、鼻炎とかになるんで入るか、おうおう、まあまあまあいい感じだね、入ったね、うん、いいんじゃない、うん、一応この材料自体が今こうあの曲がってるから、うん、曲がってる方を上に持ってきました、うん、そうした方がちょっとでも強いからね、はい、それでは今からカーテンをつけます、カーテンはですね、先ほど見たら2500円だったね、うん、2500円ちょっとのもので、150×130 っていうものですね、まあ、結構安くて、うん、あの評判のいいやつです、つけてみようと思います、アトレーとかエブリーとか、うん、だったね、うん、アトレー、うん、エブリー、Nボックスなんかいろいろ書いてあったね、うん、じゃあ大概の系にはハマるのかな、だからも ね、うん、まあ、アトレーの場合は両サイドのこのダンパーがあるから、うん、トレーがねちょっと邪魔なんだけどね、ああるね、うん、これだこれ、こうってことでしょ、うん、そうだこうだ、この硬いやつをここの中に差し込んでいく、え、それだけだよ、はい、や、すぐ終わるじゃん、うん、こういう風になってるので、一旦めくって、うん、こうね、うん、でここの中に上の方は今このちょっと何ていうの合皮みたいなやつがあるので、うん、これをこう入れていくらしいです、差し込むだけだね、うん、完全にこう入れちゃった方がいいのかな、うん、の方が取れないんじゃないね、うん、この耳をね、うん、うん、の方がいいと思う、これをちょっともうちょっとだけ上げて、あんまりこれ取っちゃうとブチる効果があるからベチャベチャするんだよね、取れましたよ、取れましたね、ちょっと取りましょうか、こう入れていけ、ああ、取り外しはね簡単だからいいね、うん、邪魔になったら取り外せばいいわけだからね、うん、
あ、ここどんな感じ、木は。こここうだ。こうだね。あーはーはー、こっちはこっちで中に入れて、こっちはこっちで中に入れるわけね。だから他のさ、多分あのワゴン系のやつはさ、うん、挟み込めるような作りになってると思うんだけど、ハイエースもここ全部ここに内張りがあったじゃん、うんうんうん、でこれもう鉄板だからさ、うん、挟み込めないんだよね。あ、上みたいにはいかないんだ。そう、こっちの上は挟み込めたけどね、うん、結局マグネットにしようか悩んでたんですが、このヘラを使って中に入れ込む作戦に変更しまして、結構これでいいんじゃないかっていうことになったので、一旦これでやってみて過ごしてみようと思います。そのカーテン自体を取り外し、網戸自体を取り外しはしないので、うん、まあ、もしこれで何かこう都合が悪いというか何か問題が起きたら、またマグネット作戦に戻るかもしれないですけど、両サイド入れ込みました。で下の方はもうそのままだらんと、まあ、これで様子見てみよう、うん、ちょっと開けてみて、そこ。これで、ここら辺がね、うん、やっぱりこう近くで見ると綺麗ではないんだけど、しょうがない。これがもう精一杯でした、うん。妥協するしかないよ。だよね。あ、ここ真ん中もう一個欲しかったな。自分でつけるかだね。本当だね。うん。うん、いいと思う。ね、まあ、とりあえずそこ網戸をつけるのは暑さ対策なわけだから。とりあえず完成しました。はい、じゃじゃーん。じゃじゃーん。だから車中泊って言ったらこんな感じのスタイルになりますね。お、これで一旦は出来上がり。うん、いいかもね。と思います。うん、でちょうどお昼なので、これからちょっと車中泊をあのした体で、ここでラーメンを食べたいと思います。うん、はい。いただきます。家の庭でさ、車に乗ってご飯食べるってさ、そういないよね。多分 YouTube やってる人ぐらいかも。うんだよね。said, screw my dad, I make my own rules. It was easier than.So much easier than Take me back to those easy summer days When we stopped at nothing, babe Yeah, we stopped at nothing, baby They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't